そう？いつも違う？夜ご飯はどんなものを食べましたか？今日は稽古が終わってもう作るのめんどっちいやと思ったから、今日はお外で食べてきちゃいました。スカゴルシさんのツイート見た。うん？いいえ、お肉を食べました。お肉と秘密。いつもより大人っぽい。あれかな、黒着てるからかなでしょうか。うん、あ、そうだ、明日がお肉の日なんですか。ってことは今日8日ですか。あー、明日も食べればいいんです。今日はイートの日。そのヘアスタイルに合ってる。いや、全然あの髪を全然あのこっちに分けてるこっちに寄せてるだけなんですよ。本当はまだ今も稽古やってるんですけども、私が出るとこじゃないから早めに解散ってことで、私は今お家にいます。だからまだ頑張ってる人は頑張ってるかもです。フレームゴージャスね、なんかお誕生日みたいだね。こんなね豪華なフレームついちゃって。舞台楽しそうだな。私が勝手に楽しんでるだけですよ。カフェ、あー、本当だね。あー、はい。リフは覚えた？覚えましたよ。化粧してる？どう？今日メイクしてます。これ目に悪い。あー、周りが豪華な感じになってるから。なんか今日笑っちゃう。その服じゃない。嘘、そうかな、これ。ん、チカチカ絶対しないよ、だって黒だもん。お気に入りの曲あった？あー、そうですね、曲ありました。でも歌詞が好きですかって言われたらちょっとそうですね、物議を醸すかもしれませんので、曲が好きって言っておきます。曲はちょっとうふふって感じですので、はい、自分が好きだなっていう雰囲気の曲があるかもしれないです。今日はその一日ちょっとずっとおダンスしておりましたので、ちょっと下半身が今すごい疲れてますね。なんかヒヤヒヤっていうか「おい！」みたいな感じ。あ、でもちゃんとそのストーリーに沿ってっていう感じのあれですので、ご了承という感じといいますか、はい。
ストレッチお姉さんは卒業しました。残念。確かにね、デスクワークしても疲れるよね。でも私はずっと今日立ってたんだ。私の方が疲れている。疲れまん。いやー今日、いやー汗かいた。だからさ、長袖に行っちゃったから、あー失敗したーと思って、涼しい格好をしていけばよかったです。何のマウント？いやこっちの方が疲れてたしっていうマウント。やった！なんか今日色っぽいらしいよ私。しゃあ喜んじゃった。稽古の写真真ん中がありそうです。あのまさか撮られてると思わなかったんですけど、鹿殺しさんのツイッターでなんか稽古の様子の写真が載ってて、はい、私があのバンザーイってしてるところ真ん中に、そうですね、いますね、林岡部が。あの血統は開いていません。あのはい、ファーンってテンション高めですね。バレた？今日テンション上げ上げ。バンザーイの開催。メンズウアーみたいな。え、思った。私メール以外で自分のこと林岡部ってあんま言わないんですけどね。なんか今日言われたんですよ、共演者の方に。林岡部さんあのって、えっち、もしくはそういう呼び方を偉人のように呼ぶ呼び方が今世間で流行っているのか。だとしたら私は先取りしてしまったのか。なんでだろうね。いや私もよぎった。え、私のメール取ってますって思った。でもありえないじゃん。なんなんでしょうね。私も驚きました。ね。リーク誰やねん。誰が。私はまだ会ってないです。でも結構ね、いない間にめちゃめちゃ住んでるので、復帰したら支えます。おいらも頑張ります。え、待って、今夜キラキラ笑顔だねって言ったんだけど、キラキラしてます。キラキラしてるらしい。小田さんめっちゃ暇してるらしい。ほんそうなの？何情報それ。りんちゃん酔ってる。酔ってるかも分かりませんよ。回復してきたのかな。ね、でも暇してるっていう情報が出回るってことはお元気なのかもしれないね。
私もさ、稽古の実況するねって言ったんだけど、必死すぎて頑張ってるから、いつも帰る時まで携帯見れないぐらいずっと集中してやってるから結局忘れちゃうんだよね。髪型素敵？気づいちゃいました。木の美容院行けたんすよ。みんなは何も変わらないって思うじゃないですか。私も何も変わってねえなと思うんですけれども、でも整えてきた、きっちり。前髪とかも自分で切っちゃって、毛先が変な感じになってたから、それをね、気づけないと怒られそう。怒んないよ、そんな。気づいてほしいなとも思わないぐらい、それぐらいの微調整なので。でもやっぱりね、久々に行ったらね、髪がトゥルントゥルンになりましたね。助かります。え、そうなの。逆にさ、気づいたら、え、なんでわかったのってぐらい、本当にそれくらいよ、本当に。しばらく行ってなかった。去年のね、もう12月とかそんぐらいから全然行ってなかった。てるんてるん。それはマージーなの？ブランドのお話？違いますね。触りたい、私のこの髪を触りたいって頑張ってヘディングは今日は梶間さんのところにつけてます。鼻も口もピカピカ？はあはあ。またドボンお願いします。ピカった。また今度ね本当にちゃんと時間取らないと、あれ時間合わせ難しいのよ。時間合わせはね、時間合わせじゃなく、普通のやつだったら全然いいんだけど。もうランキングから外れちゃったかな。もしかして眠いでしょう。ね、信じられないけど喋ってたら急に眠くなってきちゃったなんでだろう。でも今日さ、まだ8時だよね。嬉しい。でも明日は結構ね、稽古杯稽古杯ってやっちゃった。そうなんだけど、明日はドキドキなお仕事が2つあって、うまくいくといいなって思ってます。そう、一つは収録なんだけど、もう一つはっていう、うまくいくかなーっていう、うまくいきたいぞーっていう感じ。明日は3つお仕事があります。そう、また稽古行かないっていうね。
なんだべ。いつなんだろう解禁されるの。でもこれ結構先なんじゃないかなと思ってる。なんだべな。明後日雪みたい。積もるかな。ちょっとだけ。積もんなくてもいいから、あの雪降ってるところちょっと浴びてみたいですね。大きい塊頭にちょっと乗るぐらいとか、ちょっとそれだけ体験させてもらったら満足するので。こないだも雪降ってた時、窓から、曇った窓から、あ降ってるなってぐらいしかね、雪を感じられなかったから、ちょっと感じたい。すごく降るの？すっごく降るんだ。じゃあお仕事行ってる途中とかでさ、うわー雪だーってなるのかな。ちょっとごめんなさい、雪いつも苦労してる人に本当に申し訳ないんですけど、ちょっと雪ちょっとだけ浴びたいなって楽しみにしてる自分がいます。あでもね、そう、足滑るのは本当危険だなと思った。私もこの間お家の下のね、信号のところでツル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 、そうツルツルしちゃってわーって思って、ねえ雪。信号の上に住んでいるのか。でも大体お家の近くに信号あるでしょ。眠い、めっちゃ眠い。いや今日頑張った、本当に頭めちゃめちゃ使った。私いつも新しい曲とかやるときさ、ちょっとこういうの、いやネタバレにはならないと思うから話すけどさ、いつもこういうなんか練習とかするとき、歌詞は最初に覚えないでダンスから入るの、覚えるときって。だからダンスやってるときも歌は歌わずにダンスそのまま振りだけ頭に、なんか動線とかそういうやつやるんだけど、もう今日やったこのお稽古でやったやつはもう先に歌詞を覚えちゃったから、いつもと順番逆で歌詞を先に覚えちゃったから、なんか踊りながら歌詞なんだっけとかも、なんか同時に歌詞も思い出しながらダンスも新しいの覚えてって言ったら、ちょっとねあれってなった。そうだからやっぱ歌詞入れない方が動きって入りやすいんだなと思って。そう、でもそうするとね、後からね、ああ私なんだっけってなっちゃうんだよね。いや私いつも逆なのよ。でも多分今日の方が、多分この歌詞の時にこの振りだって後から多分染みつくんだろうなと思って。むずいです。舞台慣れしてきた。いや私そんな舞台出たことないんですよ。そんなに経験者じゃないんですよ。でも結構ね、なんか覚えやすい頭と体になってきました。前までめっちゃ苦労してたことが全然あれって、あ意外とできるぜって、あおう思いの、そういうわけじゃないんです、収まりがいいんですよ。そう意外とね
けるぜってなってきました。それはいいところです。肉のクッションめっちゃ欲しい。調べてみたらいいでしょ。私は特大だぜ。今日初めてこの骨に顎乗せました。意外と収まりいいです。今日私キモい。私今日気持ち悪い。わかんない、なんだろう、なんで今日こんなに楽しいなと思うんだろう。なんでしょう。わかんない。眠いのと戦ってるからなのかな。でも本当に今日やったやつもう、私あの世界のナビアツさんがすごい大好きだったからよくおもろうって言ってるんですけど、本当に今日おもろくて。めちゃおもろかったの。知ってる？世界のナビアツさん。三のつく数と三の倍数でアホになるやつだよ。さ、ご飯食べてる時にさ、それ見ても爆笑しすぎてお母さんに怒られてテレビ切られた。ご飯食べてる時間にレッドカーペットとかでなんかナビアツさん出てらっしゃって、それ見てたらもう面白くて面白くてしょうがなくて、もう本当に死ぬほど笑っちゃって、そしたらなんかもう切られた、テレビ切れてた。いや本当死んじゃうかと思ったぐらい、本当ご飯食べてる途中だから本当に危険だった。それぐらいおもろかった。そうだの、落語家なんですか今。なんかテレビか、テレビの何かプロデューサーじゃないけど何かっていうのもなんかちょっとね、もともとそういうお仕事をしてらっしゃった方とはなんかしてたけど、今落語家なんですか。そうなんだ、知らなかった。ああそうそう、なんか放送作家さん、そう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 、なんか有名なんだね、みんなも知ってる。レッドカーペット面白かったよね。大好きだった、あの頃はよく見てたな。テレビが楽しすぎて最高だった、小学生の時。そう、エンタもよく見てた。あとシアターも見てた。レッドシアター本当に大好きだった。あー分かる、水曜ね、水曜とか木曜めちゃ楽しかった。一
一番好きな芸人さん、それはとんねるずさんかな。コントっていう感じじゃないよね。でも私が知ってるのはもう本当にあのおか皆さんのおかげでしたとか、ああいうなんかロケとかなんかがっつりネタをやってるとかじゃなくて、なんか番組とか企画とかなんかそういうので、そう見てたなって感じ。いや本当食わず嫌い出るの本当に夢だったの。めっちゃ出たかった。でも今でもでも思ってる、いつかなんか復活とかした時に出られるような人になりたいなってすごい思う。でも私が苦手なものなんてもう分かりきってることだからね。和ガッチョはまたなんか特別なんですよ。なんか憧れとかそういうのじゃなくて、なんか特別ななんか別の枠のところにいるんですよ。なんかなんだろう、ありがとうっていう、なんだろう、私たちをこう育ててくれたっていうか、私たちが一番最初に出会ったのがあの二人だったから良かったんじゃないかなって思う。すごく私だから本当に初めて経験するジャンルの初めて会う人、初めてお世話になった人にすごい恵まれてるなって思う。もう舞台とかもそうだしね、芸人さんとか。そうだから苦手意識を持たずに楽しいなから入って今に来てるから、そこは本当ね、出会いが本当いい感じですいい感じですって言われちゃった。うん、ここは本当に感謝って感じ。ファンの人は様々です本当に様々。私今ね本当に最初の頃からいるよっていう人は本当にごくわずかなんですよ17期生もね入ってくるし、あんまりくね、その私のバージョンの最初のっていう話をするとちょっとなんか私今の私のテンションだと何でもかんでも喋っちゃいそうでちょっと危ないので本当に今ちょっとリミッターがちょっと危ねえですので、ちょっと今日はやめときます。最近です。なんで謝るの？めっちゃ嬉しいよ。いや本当、最近好きになってくれたっていう人も逆に珍しいっていうか嬉しいっていうそ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 う、めっちゃ嬉しいです。
今6割は3、4、5年前ぐらいに好きになってくれた人たちがずっと好きでいてくれるっていう感じの、そう、岡部調べだと。でもやっぱね、聞いてみると小島さんのあの爆上げ公演とかミネルヴァ公演、 AK ビンゴのワンクールを取ったみたいな、あの辺が一番多いのかなっていう印象。みーちゃんはどんどん好きになる系だ。あずますあずます。うん、でもここ最近っていうか、ここ数年かな、このね、認知されるっていうことと、多くの人になんか好きになってもらうってなんか難しいなっていうか、なんかね、今までは全然広く多くの人に知ってもらうってことじゃなくて、ファンの人のこのこういう AKB の中で好きになってもらいたいなっていう方が強かったの、私は。会って実際喋ってみたら、あ、好きだなって思ってもらいたいなっていう風に言ってたんだけど、だから何か自分で何かを選択しないといけないって時に、じゃあより多くの人に新しく私のことを知ってもらうっていう方を取ってなかったなって最近すごい気づいて、だからこのなんか今日すっごい真面目な話してるぞいやだから、なんで急にこんな、なんでもないショールームの時にこんな話してんだ私。まあ、普段からそう思ってて、なんかたまたま今ちょっとこんなショールームで話してますけど、だからちょっと引く、やめときます、もうこれ以上ちょっと私も恥ずかしくなってきちゃった。意外と私もそういうこと考えてるんですよ。深い話になっちゃった、恥ずかしい、照れちゃうです。今日少し声を決め、いや、この間の件を受けまして、もうちょっとちゃんと人に届けるあのボリュームで話さないとなってのもあるし、あの今日あのお稽古だったので、あのそういうボリュームになっているのかもしれない。万歳したから、そりゃそうかもしれない。いい心がけですぞ。ひひ、ひだやがお風呂上がり配信してる、みんな行ってきない、これは貴重だよ。ひだやがお風呂上がりらしいよ今、こりゃ見ねえとな。行ってきな。バレンタインか、今年の14日は何曜日、ちなみに。月曜日か。なんか微妙だね、平日か。でも祝日とかじゃないでしょ、だって
なるほどね、月曜日ですね。なるほど。仕事何時に終わるの？とか言ってみんなは。違う、そういうことじゃなくて、普通に今なんて言うんですか、てるそう、今はってやれた連帯だね。匂わせた。いやー、ここ最近はね、こういう特別な日にはね、ね、なんかやってるじゃないですか。だから今年はね、そういう日はあれかなーみたいな、あるんかなーみたいなあるんかなーって思っただけですよ。私は何も言ってないですよ。あるのかなーって疑問に思っただけです。何も言ってないからセーフです。らしいってぐらいしか。いやー、チョコください、あげる。アウト寄りのセーフだよねシュート半端言われた左にりんちゃんから紹介って言ってきて、やめてよ、ちょっとやめて。私も終わったら見に行こうかな。おい、元気だよ。私はめっちゃ元気、今見ての通り。どこのチョコが好き？あんまり教えたくないんだけど、やっぱ教えたくないです。あ、でもスーパーとかに売ってるのだったら、教えたいと思ったやつが名前出てこないや。ラムレーズンが入ったミルティーキッスの種類のやつの、明治のなんか4本ぐらい入ってる、名前忘れてた。んー、チュロールじゃないんだ。平屋がリリアコの話、気になるすぎる。何喋ってるの？平屋に会いたい。アポロも好きだよ。
うん、フルーティーキス大好き、ラムレーズン大好き。あーね、みんなに聞きたいんだけどさ、バレンタインのあのバレンタインだなーみたいな感じの曲って AKB だと何？ AKB だとなんかそのそういう曲じゃなくてもぽいやつでもいい、なんかぽい、なんかそういうの、あいいなーこの曲みたいな、何がある？あやっぱそりゃ口移しはもうそうよね。ちょっとそれは言わないで、ちょっと聞きたいなーみたいな。あーなるほど、バレンタインって、うん？バレンタインキスはもうね、絶対的だよね。わかった。みんな何を思い浮かべるのかなと思って今聞いてみたよ。個人的にね、個人的に気になって。ねえ、なに？ひだや、なに？私の何話してるの？何？気になる。俺感謝された、私もうこのあと私から何も重要な情報は何も出てきませんので、皆さん平屋のねショールームにも全然ゴーしてもらって、貴重ですからね、お風呂上がりの早か左ともは。おい、嬉しい。私パティシエの友達がいるっぽいって、ありがとう、そんなおしゃれなイメージを私に持ってくれて。本当に言っていいよ。いいの？どうする、試されてるんじゃない、林岡部に。私が行っていいよって言って本当に行っちゃうの、みんな。どうするんだい。今日楽しいね。筋肉ルーレットで決めよう。筋肉んだ。明日髪型どうしようかな。どうしよう。何がいいと思う？マジポニーテール、おお、ポニーテールときたか。ツインテールはね却下。どうしよう、めっちゃ迷うな、どうしよう。マジ、
フアップか。巻き巻き巻きって何？巻き巻きって何？おろしてこういい感じに巻く感じ。うわあめっちゃ迷う。やっぱその三択だよね。ハーフアップかポニーテールか、このこういうこと、こういうこと、どうしよう。めっちゃ迷う。その中から明日のねあれで決めます。よかった、終わりにしよう。上手に焼けました。知ってる？モンハン知ってる？私ほんとねポポのお肉をいつもあの全然しょぼくてポポしか倒せないときに、ほんとにお兄ちゃんにこういろいろ武器作ってもらってる間に本当にお肉焼くことぐらいしかモンハンで楽しみがなくて楽しいよね本当、いろんな要素があってモンハンっておやすみなさい本当もうやださよなら、切りますおやすみなさい。明日はちょっといろいろねあるので早めに寝て明日に備えたいと思いますいやほんと今日気持ち悪い。私おやすみなさい。いわゆるハイです。おやすみ。そうだよね、うん、メール送る。もう、はい、またね、おやすみこんがり焼けました。